西駅は、岩手県大船渡市成長あざ東町裏にある、三陸鉄道、岩手開発鉄道の駅である。東日本旅客鉄道大船渡線 BRT のバス、停留所も併設されており、合わせて述べる。鉄道としては、三陸鉄道のリアス線と、岩手開発鉄道の日頃支線と、赤崎線が乗り入れているが、岩手開発鉄道の二路線は、貨物列車のみの運行である。 ただし日頃支線は1992年まで旅客営業を行っていた。加えて JR 東日本の大船渡線 BRT も乗り入れている。この路線はかつては鉄道路線の大船渡線であったが東日本大震災により普通となり BRT として復旧された。なお上記の路線はいずれも当駅が起点、終点である。 単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ地上駅。リアス線は3番線発着となっている。2013年4月には1番線と2.3番線の間の線路部分をかさ上げし、専用道が整備され、BRT が構内に乗り入れるようになった。専用道場に横断通路を設置し、BRT や三陸鉄道の利用の際に、 小線橋を使わずに移動できるようになった。JR の駅は、気仙沼駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。以前は、管理駅として、細浦駅大船渡駅間の各駅を管理していた。JR 駅舎には、自動券売機と緑の窓口がある。三陸鉄道は、社員配置駅。三鉄駅舎には、自動券売機。 出札窓口がある。また校内には、三陸鉄道運行本部大船渡発出所があり、リアス線に使用される車両が配置されている。2011年10月に、三陸鉄道側の駅舎と津波で冠水した車両を活用した触れ合い待ち合い室が開設され、グッズの販売やお茶の提供などが行われている。この車両については2012年11月に利用を、 終了し解体された。2012年に三陸海岸の復興支援の目的で列車の運行は再開していないものの JR 駅舎のリニューアル工事が行われた。駅のテーマは海岸の町で大船渡市の名所、五石海岸穴通し磯をイメージして駅舎入り口にルーバー状の日差しを設置している。また、待合室の床は五石海岸を模して丸い石の模様で敷き詰め、 境界線が波打ち材を表現するようにカーブを描かせたものとなっている。乗り場、編集東日本大震災発生以前は1.2番線が気仙沼方面の列車が発着するホームとして使用されており夜間大白の設定もあった。岩手開発鉄道の駅は同線の拠点駅として機能しており車両基地が置かれている。 JR や三陸鉄道のホームの西側に一面一線のホームがあるが、旅客営業廃止により立ち入り禁止となっている。近年の推移は以下の通りである。東日本旅客鉄道オフナ線 BRT、快速、普通電、重山駅世紀三陸鉄道リアス先生駅、陸前赤崎駅、岩手開発鉄道日殺し先生駅、長安寺駅、赤崎先生駅、 赤崎駅東日本旅客鉄道大船渡線大船渡駅西駅 JR 東日本編集鉄道 BRT 三陸鉄道編集ありがとうございます